タリベとは、主に、セネガルガンビアギニアビサウマリーモーリタニアなどを出自と、するダーラでコーランを学ぶ少年たちのこと。指導は、マラブーと呼ばれる教師によって行われる。ほとんどの場合、タリベは親元を離れて、ダーラに寄宿する。ダーラの制度下では、マラブーのタリベに対する物恋の教養や体罰、不十分な管理などが、状態的に見られ、その実態に鑑みて、 自動虐待に相当するものであるとして、国際社会から批判にさらされている。セネガルでは、タリベという言葉は、例えば政党の過激派支持者を示す場合などより広い意味で使われている。タリベの少年たちタリベのマラブーに対する関係は、一種の孔子と厳格な服従である。マラブーは、タリベに対して、指導、保護、取りなしの祈りを行う。 タリベのマラブーへの忠誠は、経済的なサポート、ないし十分の一税によって示される。セネガルにおけるタリベに対する見方は様々である。タリベの育成を奨励する、人々、民族集団、宗派もあれば、こうした慣習を拒絶する者も,もある。支持する、人々の中でも、良しとするダーラの運営方法については、幅広い意見がある。親が子を、ダーラに送る動機としては、 多くの理屈がある。経済的な事情による事実上の容姿、マラブルの所属するムスリム同胞団との関係づくりによる子供の将来の確保、マラブーとしてのキャリア形成の準備などである。ドナエル・ペリーはタリベの親を無知な伝統主義や経済の犠牲者、あるいはマラブーを近代のストレスによって歪められた存在として描くことに意義を唱えている。 ボロ付属の農民に対するインタビューに基づき、タリベの養育の普遍性は、急激な人口増加、貧困の深刻化、新自由主義政策への対応などではなく、本質的に西アフリカ社会の価値観に結びついたものであると、彼女は主張する。タリベの球場に対する社会経済的な見地は、ペリーによれば、文化帝国主義の告発を避けるための NGO の意図的な戦略であるという。 ダーラは数百年の昔から存在したが、フランス植民地時代に劇的に伸長した。20世紀の後半には、アラブ式のメダース差が好まれるようになり、農村部のダーラの数は減少した。マドラサは農民が就学時間外で子供を働かせることを可能にし、世俗的かつ行欄に基づく教育を提供し、子供の苦痛を軽減したため、人気が高まった。この間、 多くのダーラが都市部に移動した。1992年、ユニセフはタリベの認知度を上げる5カ年計画を立ち上げ、マラブーと協力してタリベの生活条件を改善しようと試みた。1997年は、この取り組みは臨時的に複数の NGO で採択された。これらの期間は必ずしもタリベに利益にならないマラブーへの 資源供給というユニセフのモデルの欠陥を是正しようとした。タリベは今日までセネガル社会において言論の的となっている。物乞いはタリベに特徴的な行為であり、マラブーの畑からの収穫でダーラでの需要をまかないなかった場合に食事の供給を補うための食料を求めるのが慣例であった。都市部におけるダーラの増加はダーラを維持する。 伝統的な支援の形態に根源を持つ。セネガル社会における記者の普遍性は子どもたちが都市部で物乞いによって稼ぐことを可能にしている。1970年代の都市部のダーラではマラブーが収穫期に村に戻ることができるよう季節的に運営されているところもあった。しかし都市部のダーラも経済的に数年運営できるようになっていった。時とともに マラブーは都市に泊まるようになった。子供が毎日お金、砂糖、米をもらってくるのに、どうして長時間畑仕事をせねばならない村に戻る必要があろうかペリーは上の見方は都市部のダーラだけがタリベを搾取しているかのような印象を与えかねないと警告している。都市部と農村部のダーラは同じであり、ただ一つ違うのは都市部のタリベの農場は 都市の街路であり、収穫が、ピーナッツではなく現金であることだけであると彼女は、主張する。タリベを召し抱えるというマラブーの習慣は、ほとんどの場合国の規制の対象とならず、この関係性の悪用が起こるのを助長している。セネガル政府は最近、虐待を減らすために、国の規制するダーラを創設した。しかし、タリベが住む、都市部のダーラは、 コーラン学校の最も一般的な形態である。マラブーの中には、タリベにコーランを教えるのではなく、主に路上での物いを強いるなどして、彼らを労働力として搾取する者も,もある。この搾取的性格は、タリベを病気、怪我、死、身体的虐待、性的虐待などの危険にさらしている。強制労働物いをするタリベ最近の研究によれば、 タリベは平均して1日8時間未満、毎日物乞している。タリベが毎日得なければならない、正確な合計は、ダーラごとに異なる。175人のタリベを対象に調査した結果、バラブーが要求する平均金額は373、CFA フランで、管理的に記者が増える日には445フランになる。世界銀行の統計では、 セネガルの人口の30%は1日あたり593フランで、55%は949フラン未満で生活している。これは、タリベがマラブーに要求されるノルマを満たす難しさを浮き彫りにしている。金銭的ノルマに加えて、砂糖や米などの基本食料のノルマを設定する、マラブーもいる。身体的虐待、タリベは時として、 金世や基本食料のノルマを満たすようマラブーに要求される。ノルマを満たせない場合、身体的虐待につながることもある。ヒューマンライツウォッチは、少年たちが提する電気ケーブルクラブ、杖の使用による傷跡や耳ズバれについて文書にまとめた。年長のタリベや助手のマラブーが、日々のノルマを満たせなかったり遅れた、際の年少のタリベへの罰を担当している場合もある。 その他にも、マラブーがダーラに住む、子供たちを監督せず、年長のタリベが、年下のタリベから物を盗んだり、身体的、性的な虐待をするのを放置している例もある。不十分なけあタリベが、基本的な部屋や食料といった、最低限の供給を得られることは滅多にない。ノルマを達成できなかった罰として、ダーラから締め出される場合もある。このような場合、 その少年はさらに長い時間物いをしたり、路上で寝ることを余儀なくされる。毎年何百人ものタリベが虐待をするマラブルの元を逃げ出し、都市部におけるストリートチルドレン問題の一因になっていると推定されている。マラブルの要求を満たせないことによる罰への恐怖はタリベによる窃盗の事例を増やすことにもつながる。都市部のダーラでの生活条件は、 栄養失調、衣服や履物の不足、病気の蔓延、不十分な医療的措置に象徴される。多くの場合、足りべは病気の際も物乞いをして、自分の治療費を稼ぐことを求められる。都市部のダーラは多く過密かつ、不衛生で流水に乏しい。粗末な構造物がダーラとして利用されることで、そこに住む子供たちがこうした要素にさらされることとなる。 性的虐待タリベに対する性的虐待の程度に関してはほとんど研究が行われていない。しかし、HRW は年長のタリベや助手のマラブーによるダーラ内でのレイプの例をいくつか記録している。ダーラでの暴力から逃げてきて、路上で生活する子供に対してもレイプが行われている事例が報告されている。こうした事例は目撃者のタリベや被害者を支援する。 ソーシャルワーカーへのインタビューに記録されている。虐待の程度セネガルの首都ダカールの子供の物乞いに関する2007年のユニセフの研究によれば、物乞いをする子供の大部分はタリベである。ユニセフはこの中で、セネガルでは5万から10万人のタリベが物乞いをしていると推定している。2010年の報告では、タリベの数は増加傾向にあると示唆される。 ただ下の研究では、ストリートチルドレンの数の推計は、かなりの部分弾力的な、漠然とした定義に依拠しているとも警告している。実際、こうした主張を実証しうる、公式の統計は存在しない。アラブ式のマドラさの増加によって、タリベの数は減少していると答える者も,もいる。HRW は、マラブーが享受する、 社会的地位が、マラブーがタリベの子供に対して行使する物いの強制や、その他の虐待の増加に組みするものを付け上がらせてきた、と継承を鳴らす。ペリーは、マラブーへの崇敬とタリベ制度の尊重は、支配的なイデオロギーかもしれないが、今にも昔にも、統一されたこともなければ、反対意見がなくなったこともないと慎重に、同意している。 タリベの扱いを国際条約にどう絡めるかについては様々な議論が存在する。奴隷制度マラブーがタリベに対し子供に物語を強要するためにその看護権を得ている場合、これは奴隷制度廃止補足条約に定義されるところの奴隷制類似の観光の定義に当てはまると主張する NGO もある。この条約は児童もしくは青年、または その労働の搾取を目的として、児童を収受することは、条約の対象となる奴隷性類似の慣行であると述べている。強制労働強制労働に関する条約は、強制労働を処罰の脅威によって強制され、また、自らが任意に申し出たものでないすべての労働と定義している。この条約は、批准国に強制労働を完全に廃止する義務を課している。 国際労働機関は、タリベを労働力として搾取する観光は、最悪の形態の児童労働条約の対象にもなるとする見解を示している。これは、その見解によれば、強制的な物乞いは奴隷に類し、また、その労働によって、児童の福利を過度の危険にさらすからである。人身取引国際労働機関の強制的な物乞いに対する見解に基づき、 マラブーが主に、タリベから労働力を調達する目的で彼らを輸送することは、児童の取引にあたると HRW は主張する。人身取引規定書の第3条では、人身取引の定義に、搾取の目的で児童を獲得し、輸送し、引き渡し、増徳し、または収始することを含めている。児童の権利条約児童の権利条約は、第一義的な看護者、 および、第一義的な看護者に対する援助を行うべき国の能力に関して、児童の適切な生活水準への権利を定めている。HRW は、国、父母及びマラブーがタリベの適切な住居、看護及び栄養の監督を怠っていることは、児童の権利条約に違反すると主張している。HRW は、児童の権利条約に違反する、その他のタリベへの虐待として、 以下を引用している。拷問拷問等禁止条約は当該行為が国家公式に実行される場合にのみ適用される。しかし同条約を監視する委員会は以下のような意見を述べた。国家当局が拷問や虐待行為が民間主体によって犯されていると信じる。合理的根拠を知っているか、または合理的根拠がある場合には条約と一貫して そのような民間主体を阻止、捜査、訴追処罰する相当な配慮を行わない場合には国が責任を負い、その当局者は当事者、共謀者、またはさもなくば、条約の下でこのような容認されない行為を承認し、またはこれに同意した責任者とみなされるべきである。ストレスポジションや拘束など、タリベに対して行使される罰を踏まえて、 HRW はこの条約がタリベに対して拷問の類が起こっていると解釈できると主張する。セネガル国内でタリベの問題に対応する主導的な機関である同国の NGO ザラットによる報告ではこの主題が極めて物議を醸している一方でコミュニティによってはダーラのほとんどで虐待が非常にありふれた慣習であることの決定的証拠がある。加えて この NGO は、この問題に今まで見て見ぬふりをしてきた様々な集団を結びつけるよう、この分野の専門家たちを効率的に仕向けてきたと主張している。ありがとうございます。